アベナギサアベナギサは日本の女優、歌手。本名はアベナギサ。サンミュージックブレイン所属。血液型 A 型。北海道帯広市出身。2002年北海道帯広三上高等学校を卒業。中学から高校にかけて吹奏楽部にてトランペットを担当。高校生の頃に受けたミュージカルのオーディションをきっかけに上京し、劇団にてレッスンを受けながら、 ミュージカルのバックダンサーを経験、テレビ番組のモデルや CM にも出演する。2003年に受けた映画、スウィングガールズのオーディションに合格し、これが映画初出演作となる。映画公開前後は、スウィングガールズとして、テレビ番組、各種イベント、書籍雑誌などへ多数出演した。2006年より、音楽ユニット、赤賀木、ダンスユニット、リリー・ハニーのメンバーとしても、 精力的に活動中。2009年2月1日、それまで所属していたプライムレイからサンミュージックブレインに移籍。これにより、赤泣きがサンミュージックブレインに正式所属となった。2012年3月、横浜で開催された国際フィッシングショーでアングラーズアイドル2012に選ばれ、釣りアイドルとしてテレビや雑誌などで活動する。釣り好きな父の影響で、 本人自身も小さな頃から釣りに行く機会が多く、なぎさという名前も父に付けられた。出身が北海道のため、プロ野球は札幌ドームにホームグラウンドを移転したことをきっかけに、巨人ファンから日ハムファンに替えしたが、2009年の日本シリーズでは巨人を熱烈に応援していた。2006年2月よりアイドルチェックの企画にて、 サンミュージックブレン所属の岡田茜と音楽ユニット赤薙を結成。2007年2月24日、本人たち自ら作詞、作曲を手掛けた2曲入りデビューシングルをリリース。個人の活動と並行してワンマン、対バン、路上と精力的なライブ活動を展開中。結成当初はプロダクションの壁を越えたユニットとしてスタートしたが、2009年2月1日より、 サンミュージックに正式所属となった。2006年10月より、インターネットテレビ、ア、と驚く放送局の番組、ときめきガールズサイド、にて共演中の若尾恵子、野上理香と共にガールズダンスユニット、リリー・ハニーを結成。クラブ出演の他に、格闘技イベント、バトルミックス東京 G シュートの初代、イメージガールとしても活動中。ありがとうございます。